皆さんこんにちは、ボンシーライダーでございます。いつもご視聴していただきありがとうございます。今回は台湾製の、ケンダという、タイヤメーカーのマットテレーンを購入しました。なんで今台湾のタイヤを購入したかというと、2024年4月3日に発生した、台湾東部の地震、あれの少しでもお手伝いができればと思って今回、義援金も送ったんですけども、あえて台湾製のタイヤを購入させていただきました。早速いつも走ってる林道で走ってみました。結論から言うと全然いいです。今までブリヂストンとか横浜タイヤのマットテレーン、オールテレーンをずっと履いてきたんですけども、このケンダのマットテレーンも食いつきについてはかなりいいです。燃費についても、走行距離200キロぐらい走ったんですけど、全然いいです。想像以上でした。ただ、オンロードのロードノイズはやはり大きいです。ではどうぞ。ブリヂストンとか横浜タイヤの半分以下の金額で、これだけ素晴らしいタイヤが購入できたので、私的には非常に満足しています。これからも台湾応援したいと思います。余談ですが、パール楽器の方にも、楽器を注文しました。台湾頑張れ。